いつも聞いてる質問を2つ、1つんじゃじゃん、はい、小説家になるために最も必要な才能は何だと思いますか？鈍感力です。鈍感力鈍感力、はい、ところに鈍感になるんでしょうか？あの編集さんに何を言われてもめげないへこまない、はい、で売れなくても数字が取れなくてもめげないへこまない。あ、それは小説家になり続けるための才能ですか？そうですね、なるためか。それはなるためも、でもそうですよね、落選しても予選落ちしてもめげない。落ちても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 書き続ける、はい、それが基本ですね、はい、ええー